はい、こんにちは。今日はですね、ちょっとこの農道の、ところに来てるんですけれども、ここにですね、こう白い石があるの分かりますかね。こういう石ありますよね。で、まあ、こうやってですね、敷く石が売って売ってるんですよ。再生砕石って言いまして、まあ石をですね、細かくしたのをですね、まあ販売するということなんですけれども、実はですね、この石の中に時々ですね、アスベストがですね、入ってる時があるんです。というのも、波型石面スレートっていうですね、建材があるんですけれども、まあ、よくですね、工場のところに、壁とかですね、屋根として使われる建材なんですけれども、今はですね、もう含まれてないのもあるみたいなんですが、昭和ですね、昔作られたやつの中にはですね、アスベストがですね、入ってる建材もあるみたいなんです。で、時々ですね、そういうのが、まあ、再利用って形でですね、こういうところで、まあ、敷かれてしまってる場合があるみたいなんで、再生砕石、再生に砕く石、まあそういうことなんで、もしですね、まあこういった砂利をですね、購入するときには、しっかりですね、ここにはアスベストが含まれていませんかということを、売ってる人にですね、聞いてみた方がいいと思います。そうしないとですね、アスベストっていうのはですね、ほとんど自然環境で、まあ、分解しませんから、そういう時にですね、こうやって、もしこの下にあるのが仮にですね、全部アスベストだったら、もう風でですね、容易に舞っちゃうわけなんですよ。そうなるとですね、例えばこの辺に歩いている、まあ今散歩している人たちいますけれども、周りで、そういう人たちがですね、知らないうちにそのアスベストを吸ってしまう可能性が十分考えられるわけなんです。ですから、まあこういったですね、石を購入するときには、まあ、しっかりですね、確認した上で購入した方がいいと思います。というわけで今日は再生砕石の話をしてみました。以上です。